じゃねえか。ご利用か。面倒な奴に会っちまった。あ？この島村高校副番の山田様をご利用とはいい度胸だ。今日はお前の暑苦しい顔なんか見たかねえんだ。俺のことはほっといて、どっか行けよ。だとてめえ、今ここで俺と勝負しろや、こら。うん。言えないか。島村高校番長、大竹正弘。島村の猛獣と言われ、喧嘩は強いが女にはからっきし弱い。曲がったことが大嫌いな古風な男である。どないしたんや。いつもの馬やってるら山田の勝負受けてやるべ。今日はそんな気分じゃねえだけだ。さては噂で聞いたあれが原因か。噂だと？黒心連合と揉めとるらしいやないか。大竹、お前黒心連合知ってんのか。知っとるもなんも、こないだわしもぶっ飛ばしてやった。連合の下につき、そしたら怪我せんで済む補佐きよったな。ついついぶち切れてもうたわ。お前らしいな。どうせお前はシャバいから連合に入れてくださいとか言ったんだろ。ああ、いくら煽ったってお前の相手なんかしてやんねえよ。この野郎。山田、ちょっと黙っとれ。はい、すいません。心配いらんやろけど、一応用心しとけ。聞いた話やけど、都心の方のバンカークラスが大勢加わってかなりの組織になっとるらしいからな。おいおい、いつも敵対してる俺に随分と優しいじゃねえか。わしとお前の喧嘩はお互いを認めようた上でライバルとして戦おうとるか。黒心連合の考え方はわしらとはちょっと違うらしい。なあ大竹、お前も気をつけろ。わしは誰が来たかて負けへん。何言ってやがる。俺に負け越してるじゃねえか。おい、12勝12敗26分けで勝敗はついてないはずやろが。そうだったそうだった。悪い悪い。なあ、わし考えとることがあってな。ん？なんだ。実はな、わしとお前で。大竹さん、時間ですよ。早くしないと間に合わないっすよ。あ、いかんそうやった。話の続きはうちの学校でな。まあ山田みたいな血の気の多いやつらがおるけど、お前やったら問題ないやろ。ほな島校でな。